こんにちは、綺麗作家の佐川彩乃です。お久しぶりの YouTube になりました。こんにちは。お元気でしょうか？はい。そう、すいません、ちょっと間が空いてしまったんですが、今日は大きな大きな大きなお知らせがあります。実はですね、新刊が発売されます。わったはい、切り絵作家をしていて4冊目の本になります。今回は精神科医の先生の監修がついた本になっております。すごく頑張って作ってきたんですけど、とうとう発売になります。発売は6月の15 日です。もうすぐっていうか、もうこれがちょっとだけ前に撮ってるので、もうすぐなんですよ。で、今日は見本本が届きました。出版社さんがこれどうぞって送ってくれる本があるんですけど、それが届いたので開封動画として開けていこうと思います。私もまだ実物を見てないんです。今回そう、最後のチェックをして、表紙とかもいやー、何度もねチェックするんですけど、もう最後は本当に編集さん頼みでやってもらったので、どんな本になってるかすごいドキドキしています。では開けていこうと思います。はい、こちらです。このたくさん送ってくれた、嬉しいです。ので開封していこうと思います。なんか不思議な箱に入ってる。よし、よし、おー、いきなり入ってた、びっくりした。あ、おー急に入ってた。わあ、嬉しい。いっぱい入ってる。嬉しい。いやー、これをね、なんかこう、お世話になった人とか、これ見てくださいとか持ってたりとかね、するんですよ。どうですか？かわいいサイズ。いいサイズ。ちょっと長方形の、こんな感じの本になりました。心が整う癒しの切り絵です。初めてでもできる。心が整う。癒しの切り絵です。はい。そう、このね、色とかもね、最後まで迷ったんですよ。このね、ちょっと紫がかったピンク。ね、いいですよね。で、後ろが、もうこんな風に。そう、朝食とか、今回はパフェとか、ソーダとか、食べ物も作ってますので、ちょっと見ていこうかなと思います。おお、あ、いやー、お手紙が挟まれてました、1枚目にありがとうございます。本当に今回編集部さんとすごくお世話になりまして、編集さんも女性だし、カメラマンさんも女性だし、スタイリストさんも女性だしっていう中で仕事ができたので、なんかすごい和気あいあいとして楽しかったんですよね。ね、またお会いしたいです。編集さんも本当にありがとうございますというわけで、じゃあちょっと見てみましょうか。いっぱい作りました。今回は134点作りましたよ。そして手垂れもしましたのでぜひ見て、あー、かわいい。そう、本当にスタイリストさんがすごい可愛く撮ってくれたので、ね、あの、並べてくれたので、本当にすごい素敵な本になっております。スイーツとかもあります。そして動物も載せました。癒されるような動物とかも載せましたし、あとおしゃれのページとか旅のページね、私はこのページも気に入ってるんですよ。気球と商品とか、あの、おしゃれなものとかすごく楽しめたので、ぜひ皆さんにも手に取ってもらいたいなと思ってます。そしてもちろんコピーできるところと、黒い紙がついてるので、もうこのまま切り取って切ることができます。すごい使いやすい本ですので、で、まだね、なんかここに載ってない作品とかも図案としていっぱい入ってたりするので、ぜひ皆さんに楽しくやってもらいたいです。やっとできました。ありがとうございます。そしてですね、今回のこの本の出版記念に、切り絵教室がある西荻窪でイベントをやろうと思ってます。西荻窪の駅の徒歩1分ぐらいのところにある小さい可愛いカフェがあるんですね。カフェクチュさんで6月の15日発売日から5日間展示をしようと思ってます。で、15日が木曜日なんですけど、普通の日は作品を見ながらお茶を飲むみたいなことができるようにしてます。で、18日のみ、私
私が在庫し、そして展示も増やして楽しんでいただけるようにしますので、よかったらぜひお越しください。そこでこの本も買いますので、はい、お待ちしております。そして Amazon さんでは予約も始まってます。そして私のネットショップからも買えるようになっておりますので、よろしくお願いします。私のネットショップサンキューカードがついてます。はい、靴さんでの販売もキリキャスでの販売もついてくると、先着100名様の分だけサンキューカード入れさせていただいておりますので、オリジナルですね。よかったら見てみてください。はい、いやー、そしてそう、ファンボックスの方には先行で発売日までに届くように予約受け付けますので、ぜひファンボックスの方にはネットショップで買ってくれたり、いや、もうアマゾンで買ってくれてもいいですよ。あ、もう本屋さんで買ってくれるのもすごく嬉しい。もうでもどこでもいいのではい、手に取ってくれるとすごく嬉しいです。はぁ、というわけでね、たくさん、可愛い本に仕上がってて私も幸せです。また本が出せるように、たくさんの方に見てもらえるように、これからも活動頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、またネットショップでの発売とか詳しくは概要欄に書いておきますので、チェックしてみてくださいね。それではインスタグラム、ツイッターなどなどやっております。フォローよろしくお願いします。そしてファンボックスやっております。月々500円でブログが読めたり、図案が取り放題であったりするので、ぜひ覗いてみてくださいね。毎月新しい図案を作ってます。で、切り絵教室西荻窪でやってます。興味がある方は、今は対面が多いですね。よかったら概要欄からまたチェックしてみてください。はい、それではありがとうございました。また更新していきますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こんにちは、切り絵作家の佐川綾乃です。ファンボックス始めました。支援したい人は支援を、交流したい人は交流できる新しい作家との関わり方です。ブログ更新、ライブ配信、図案が無料で取り放題、その他にも楽しいことをいっぱいやっていきます。月々500円です。ぜひ支援してくれると嬉しいです。ファンボックス佐川綾乃で検索してください。